今回ご紹介するのは紀勢本線の御路駅です。御路駅は国道42号沿いにあり、海に近い駅で、付近の海岸は枯れ木灘と呼ばれています。駅は1938年昭和13年に紀勢西線の駅として開業し、1985年昭和60年に無人駅となりました。新宮駅管理駅であり、自動券売機は設置されていません。2018年9月より須佐美町観光協会が JR 西日本より駅舎を借り受け、観光案内所並びにカフェをオープンしました。スロープを登ったところに構内踏切があり、線路を横断してホームに向かいます。当駅は島式ホーム一面二線を有する行き違い可能な地上駅です。まもなく発車します。ご注意ください。We will now depart. Please take care. The next stop is Susami. 下一站中餐见。다음역은수사미입니다。ご視聴ありがとうございました。